イスズ・ジャーニー系路線仕様ワンステップ系式 LR333J 会系品急行バスジャーニー系は、かつて、イスズ自動車が製造、販売していた中型バス。大型路線バスのキュービックと同じく1984年に発売され、路線仕様と観光、自家用仕様が存在した。1999年に、路線用はエルガミを、観光、自家用は、 ガーラミオに移行して製造終了した。また本校では前身となったイスズ発の中型リアエンジンバス BK、30K、およびその後継車種である CCMK、CDMK についても述べて、1970年代から1990年代のイスズの中型バスを外観する。1972年、中型トラックフォワードをベースにした。 バイ31のコンポーネントをもとに、イ子ズ発の中型リアエンジンバスとして、BK30 が登場。車体は、川中車体工業が仮装した。エンジンは 130PS の D500 型を搭載した。後にエンジンを 145PS の 6BB1 型に、ウィンカーもバス標準タイプに変更したと同時に、形式も BK32 に変更された。 全長 8200mm、全高 2830mm、全幅 2300mm、ホイールベースは 3780mm で、ブレーキは倍力装置付けオイルブレーキが装備された。トップドア引き違い窓、立席設定なしのみの設定であったため、自家用としての需要がほとんどで、営業用としての導入は一部に止まった。1976年、 BK30 系の後継として登場。側窓が二段差し、前中比及び前後、扉仕様の路線車がラインナップされた。エンジンは直接噴射式の 6BD1 型を採用、ブレーキも空気油圧倍力装置符に変更された。トランスミッションはオーバードライブ5速 MT で、1978年には GM、アリソン製の直結4速 AT も追加された。 形式は以下の通り、1980年昭和54年排出ガス規制に適合、形式に排ガス規制記号が付き、KCCM410-370 となる冷房車もラインナップされた。1982年 CCM の後継として CDM が登場、エンジンが6倍と F1 型に変更され出力アップしたが、 ボディは CCM のものを継承している。車体革銃と北村製作所が仮装した。革銃製の路線車は当初方向膜の左右にルーバーがあり、二段冊子に丸みがあった。北村製は角張ったボディで当時としては斬新なものだった。1981年から西日本車体工業製も登場したが、革銃のライセンス生産のため、 細部を除きボディ形状は、革重と同一であった。1984年、CDM の後継として登場。車体長は普通弱、短弱のバリエーションがあり、形式末尾の記号で判別できる。車体は、標準では、革重車体で、モノコックからスケルトンボディにフルモデルチェンジされた。キュービックと同様に直線的なデザインだが、前面のデザインは、 キュービックと異なっている。LR には、富士重工業製や西日本車体工業製のボディを仮装した例もある。富士重工業製は1994年までは16型、その後は18型を仮装する。西日本車体工業製は 58MC 型、その後は 96MC 型を仮装する。PLR ケー s ズジャーニー系路線 COP。 LR312J 南部バス1984年3月 CDM の後継として登場。昭和58年排出ガス規制に適合し、エアサス車やターボ車も設定された。エンジンは直接噴射式の6バイト G1 型を採用。トランスミッションは直結5速 MT が標準仕様となる。 ホイールベースは普通弱が4.3メートル、短弱が3.75メートルに変更された。形式は以下の通り。1986年に指定車体メーカーである、川重車体工業は、伊子との合弁会社愛、傾向地を設立した。ULRK1990 年、平成元年排出ガス規制に適合。ラジエーターグリルの位置が変更された。形式は以下の通り。 ターボ車は普通弱のみ。末期にはフロントコーナリングランプが標準装備された。KCLRK1995 年、平成6年を排出ガス規制に適合。エンジンを1種類に統一し、形式は以下の2種類に集約された。内装はステアリング及び運転席周りのデザインが変更された。また車体はキュービックと同様に、 リアガラスマーリノの突の部がなくなり、すっきりしたデザインとなった。観光、自家用はフロントマスクが変更され、スーパークルーザーに似たものとなった。末期はアイドリングストップ装置装備車やワンステップバス、CNG エンジン車も設定された。1999年に路線用がエルガミオに、観光、自家用がガーラミオに移行する形で生産を終了している。 ありがとうございます。